はい、こんにちは、スレイトルドと申します。バイオハザード7実況プレイ、パート2やっていきたいと思います。前回主人公 E さんがね、最愛の妻、ミヤさんを探しに、この、やばい廃屋まで来たんですが、まあ、ミヤさん、妻とは出会えたんですが、ちょっと妻の様子がおかしく、妻に襲われて、まあ、斧でね、こんな風に妻をちょっと返り討ちにしてしまって、もしかしたら妻死んでしまった可能性もあるんですけど、とにかく妻の様子がおかしいと。で、今から向かうのはここ中2階なんだけど、ここ中2階なんですけども、ここにスイッチがあって、このスイッチをね直さなきゃいけないんですよ。そうすると直すと屋上への道がどうやら開けるらしいんだね。なんかコード繋がってるもんね。なのでちょっと屋敷探索したいんですけど、いや前回はね、結構ショックだった。ね。もう一番初めからこのさ、目的を失うというかさ、妻を救うためにやってきたはずなのに、いや結構ショックですね。で、ここに引き出しがあって、鍵がかかってるんですよね。ここに、電気を直すヒューズが、あるんじゃねえかなと思うんだけど、妻ね、いなくなってたから、まあ、ワンチャン生きててくれればなみたいな感じもあるんですけどね。これ出れないの？どんだけ硬いんだよこんな斧でさ振り回したら飽きそうなもんだけどね。あ、これワンチャン、あ、これ使えるじゃん。ガチャコン。さあ、何か有用なアイテムは。ああ、もう手に入りましたね、ヒューズ。あの引き出しではなかったのか。いる。いはる。ちょっと待って。妻のミヤちゃんか？なんかちょっとフラフラね、いたりいなかったりするんよな。ヒューズつける場所は、どこだっけ？ヒューズは2階でつけるんだっけ。ここだ。いやなんかもうこれをつけた途端にさ、はい、いないいない。いや怖いわ、本当にホラーだね。これなんかさ、なんかスッと振り返れないのかな。あ、あったあった、バイオ振り返り。うわー、あー、びっくりした。大丈夫、私よ。あー、傷つけるつもりはなかったんでしょ。怖い怖い怖い。なんで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 、ちょっとやめてください、やめてください、やめてーやめてー。お前も味わいやがれ。あー、定期的に来るじゃない。痛い。あー、ドライバー刺さってる。プラスドライバー、マイナスドライバー、どっちなんですか。よく引き抜いたな。頑張って頑張って。うわあ、ちょっと。嘘嘘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 嘘。早く早く早く。うわあ、ちょっとちょっと痛い。ああ、手が手が、え、死んだ死んだ。え、左手が。終わらせる約束、全部一つ残らせもやってやる。一つ残らせ、こんな状態なんの、 E さん。今さ、こうやってバイオってさ、なんかうまくやったらスッとそれ振り返る方法あるねん、俺知ってんねんって生きろうとしてたら、とりあえずこれ使った方がいいな。いや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 、消毒液じゃもう手がないよ、痛い。手、俺の手、ちょっと、あ、オッケーオッケーオッケー。宮に切り落とされてしまった左手、まだ温かい。いや、怪獣のようにさ、組み合わせじゃダメだよな。怪獣のようにまだ冷やしとけば、ワンチャンなんとかなるみたいなことないかな。ちょっととりあえず急いで、急いで行こう。とりあえずなんか、女性みたいな人がさ、助けてくれるみたいな感じだったもんね。あー、隠し扉みたいなの出てきましたね。隣のトトロとかであるやつ。トコ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 。いやー、最愛の妻だけど、ちょっとちょっとな、嫌いになっちゃうな、狂っちゃってんだろ。おっ、ハンド、あ、来たね、ハンドガン M19。 よし、これで
まだ利き腕じゃなくてよかったな。はい、構えて撃つと。で、リロードもできる。おー、なんかこういったさ、運転免許証とかもアイテム欄に入るんだね。ハンドガンの弾が5発。いや、ちょっと、これはちょっと、なんだろうな。何一つこのゲーム予想できないわ。まさかここでさ、腕を失うとはな。俺はもう、次出てきたら、構わず撃つよ。撃つからね。このままじゃちょっともう右手もなくなっちゃいそうだ。大丈夫ですね。結構弾くれるね。ということは敵がそろそろ出始めるってことでいいってことかい。こっちは、お、屋敷。ここがとりあえず行き止まりだね。じゃあここからまず調べて。結構弾手に入るな。嫌な予感。嫌な予感する。痛いだろ。はい、早く登ろう。早く登っちゃおう。とりあえずもう安全なとこに行きたい。あー、チェーンソーの音する。うわ、うそ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 う。はい、構えて構えて構えて。ちょっと家に帰れ。構えて構えて。彼女が外に出てこないよ。どっか行け。リロードしてる暇なんかあったのかい。あっち行って。外してんな。私は期待されてる。みんなが私に期待してるの。みんな。よし。おー、びっくりした。痛い痛い痛い。勘弁して。私は仕事なんだ。やめろやめろ。なんでこんなところなくなんの。痛え痛え。弾割とすぐなくなる。怖い怖い。回復薬使った方がいいな。とりあえず回復薬。うわ、え、止まらないのこれ使ってる間。止まんないんだ。メニュー画面開いてる間止まんないんだ。うわー、最愛の妻にやられてしまった。これ死んだな。うわ、やば、このゲームやばいよ。やばいやばい、もうちょっと汗だくになっちゃった。ミヤとの死と、豹変したミヤは非常に危険だ。武器を活用し、なんとか食い止めろ。危険すぎるでしょ、これ。R1 で、だから R1 でアイテム、この回復アイテムを使うみたいなのがあったんだ。複数の回復薬ある場合、効果の薄いものから使う。なるほど。いや、俺も妻だからって言ってね、もう躊躇しませんよ、これ。もう降りて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 、すぐ降りてすぐ降りて。こっち行こう、こっち。ほら、ここだと。あ、早い早い早い、早すぎでしょ。あっち行け。いてぇ。結構逃げなきゃいけんな。リロードして、リロードしながら逃げて。これは私の義務。なんや義務って、知らん知らんで。来るよね来るよね。何も隠してへん。何も困ることあらへん。来たらもうこっちにいないよな。大丈夫だよ。え、来ないのか。仕方ない、もう仕方のないことなの。なんか一人喋ってますけど。ドアを開けてこないのか、ゾンビみたいに。あれを破壊しないと。なんか結構重要な情報を言ってるような気がしますね。初っ端の敵がこれは良くないよ。雑魚ゾンビとかからでしょ。あれを破壊しないと。どこに。え、何してんだ。よし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 。何もかも終わらせないと。よしよし、下がろう、ここ下がろう。ああ、早い早い早い。あなた、ありがとうありがとう。あ、音なくなった。ああ。
死んだの。いや死んでないんだよこれ絶対。何回もさっきも何回か死んだような感じの、これちょっとどけとこうやこれ、てか持ってこうやこれ、めちゃくちゃ強い武器なのに。うわあ、なんだお前、なんだお前、え、お前なんだよ、え、お前も家族だ。いやもうびっくりすることが連続、家族へようこそ。もうずっとびっくりしてるこのゲーム本当に。あー引きずられてんね。なんかさ、ゾイっていう人物がさ、あ、奥さんも一緒に、ゾイっていう人物が屋根裏に来いみたいなこと言ってて助けてくれそうだったのにさ、なんかやばい家族がテーマなんですよね、サイコパス家族みたいなのが確かバイオハザード7って。起きてよ、まだ死んじゃダメなんだ、やってもらうことがある。誰？ゾイ？ゾイかい？お、左手くっついてる。なんか修理してくれたのか、修理っていうか治療してくれたのか、もしかしたら助けてくれる人が家族の中にもいるのかもね。正気になって、正気の家族というかね、やべえ家族の中に正気の家族とかももしかしたらいるのかもしれん。長女だけちゃんとしてるみたいな。え、ここはどこなんだ。なんか投げられてる。これ食ってんのこいつら。どうしたの、ネボスケさん。夕食の時間だよ。なんだ、誰だお前らは。ミアはどこだ。なんか投げてくんじゃないよ。あ、おばあちゃん、これ写真あったね。食べな、おいしいんだから。このバカには何言ったって分かりゃしねえ。見て、やめろ。ルーカス。うわやべえ親父。どげ曲がると。この親父に連れてこられたんだ。好き嫌いはいかんぞ、夕食はちゃんと食わんと。いやいや私家族じゃないんです。何それ、何こ、これは何これ、いらないいらない。ああ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 あ、悪に決まってんだろ。手置きのごちそうで。わかるか。何これ。やめてください。くうくうくう。痛い。やめてやめて。正気じゃないよ。超なんかあれは。お。そっち邪魔しやがって。またあの札が来やがって。おお、警察が来たりもするんだ。そうか。ありがとう。すぐ戻ってくる。いや逃げ出さないと。おばあちゃんは、おばあちゃんまだ生きてんのかそれ。怖すぎんよ。誰か、さっき俺を助けてくれた人。おお、椅子ごと倒れたんだね。おお、よく逃げれたな。このおばあちゃんはもう死んでんのかな。マップはないな。一家から逃げる。ニコズハードウェア、ノコギリ、登山用ロープ、ペット用首輪。それをめっちゃ買ってますね。$586って結構高いな。うわこいつらこれ食ってんだもんね。男30代痩せすぎ、ガンボ。なんだそれ。女50代肥満、ソテー。ガンボってな、ソテーってなんだ。こんなとこうろうろしてる場合じゃないんだろうけど。お、これはハーブか。アイテム、あ、ハーブですね。回復薬じゃなくてハーブに戻った。大丈夫か、こっち怖いなー。いやこれ本当にホラーゲームになってんじゃん。前までは結構戦いってゲームだったんだけどな、バイオ。とりあえず必要なアイテムを、いやフォークでいいから持ってこうよ。ここ、なるほど、ここから逃げ出すんだね。なんとなくちょっと分かりました。俺がさっき持ってたアイテムとかないのか。ん、なんか中に特になんもねえな。お、なんか書いてある。エブリン、なんだエブリンって。エブリンっていう人がいいのかな。いや追われたりしないでよこれ。
こっちちょっと行きたくねえな。向こう側から施錠されている。結構広いね。勘弁してくれ勘弁してくれ勘弁してくれ。ダメ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 。こっちちょっとダメです。こっち私行けそうもありません。ここも鍵。こっち行こう。壊せそう。んー、ダメだな。やっぱ斧とかがないとダメなんだね。下がガレージらしいですね。ここでとりあえず武器でもいいから素手では剥がせそうに。何のアイテムもないよ。あいつがいた場所の奥に行かなきゃいけないじゃん。やばすぎでしょ。足音普通聞こえると思うけどな。とりあえずいいタイミングでここに来たかもしれない。ちょっと走ろう。なんどこの鍵。床下への鍵ね。OK、大丈夫かな。あの野郎どこ行きやがった。この時間止まってない説あるんだよな。床下行きたいけどな。とりあえず奥調べてみるか。何これ。すぐ見つけてあるからな。で見つけた後は、やばいやばいやばい。なんかエンブレムが必要みたいだな。こんなん見てる暇あるか。あいつらだな実際。この人形実は壊さなきゃいけないとか。こっち行きたい意味はなかったな。見つかったら大変な目に遭うでしょこれ。出ておいで、コブタちゃん。よいしょ、OK。OK か知らんけど、見つかったら一発 KO とかあるかな。この奥はいけない。どこに隠れてるんだ？あそこの左とか。出てないのに出ていくつもりか。これ見つかってる音じゃないだろうな。この家に来るべきじゃない。うわあ！勘弁してください。ああ！うわあ、これは終わったな。うわあ！使ってたか。切り落とされた足？直せんの？いやね、これ直してもらわないとこれどうしようもないよな。いやでもこれこんなんで治るか本当に。使おうとりあえず。すぐ使おう。いや治る治る？いやもうなんかおかしくなってんな。嘘だろ。立てるの？どうした？さっさと逃げろよ。いやもうなんかおかしくなってんなこれ。わかったよ。そこで縮こまって、後で捕まえてやっからよ。やばいこのゲーム。もう実況できる気がしない。もう俺のもう精神状態がおかしいこれ。猫のケージ。とりあえず今はゆっくりさせてくれるっぽいですね。床下ってことか。いや誰かマジで助けに来てくれくれ。いらねえよアンティークコイン。何のためにいるんだこんな。収集要素だったりする？あでも今のうちに調べてみるか。特になんもないな。いやこの一家からどうやって逃げんだよこれ。いやマジでね、今までのバイオの比じゃないぐらい怖いんだけど。前回はまだなんとなく余裕あったけど、今回は余裕ゼロですね。あ、助かった。セーブさせてもらう。
らいましょう、これ。いや、このゲームすごいな。でももうなんか足がさ、足とか手がさ、回復薬で簡単にくっつく時点で、ほい、これは助かるね。ランドリーに来ましたね。くっつく時点で、なんかもう主人公もおかしくなってるような気がする。アイテムスロット開いてから、R1 タブで切り替える。クラフト。おう！あー、なるほど。ハーブと薬液で、この回復薬っていうアイテムを作れるってことなのかな？さっきのも、たまたま見つかったのではなくて、強制的にもしかしたら見つかるイベントだったのかな？いなかったもんね。降りようとしたらこうなるイベントだったのかな？凄まじい悪臭だ。なんか音聞こえるもの。いや、銃とかさ、そういうのマジでくれよ。これは開けそうだな。お、キーピック。ようやくキーアイテムを手に入れましたね。文字通り。じゃあここでキーピック開けて、右に行くのかな？アイコン説明。鍵のかかった扉。ガレージは無理そうかな。ホールに行けるかな。鍵を外した。お、閉めて、ここ。オッケー。シャットアウト。何かよくわからんけど、シャットアウトしました。じゃ、マジでどこ行くんだ？キーピックでウィッてやるのかなと思ったんだけど、どこ行くんだ？ここか？食堂の横に。これか？よしよし、ここだ。頑張れ。なんだよ、なんだよ。錠前破り。錠前破りか。いや、そうじゃねえんだよなぁ。じゃあ食堂通ってリビングってことか。いや、もう行きたくねえよ、マジで。壊せそうだ。これ斧とかいるんでしょ。もう行きたくねえんだけど。よくここ開けようと思ったな。勇気がすごい。みんなどこ行ったんだろうな。ない。ん？何これ。うん、時計に使うものではない。なんかないか。なんか、お、ハンドガンの弾。ピストルを取り返せるかもしれないってことか。ここ、これ時間動かないよね、さすがに。ルイジアナで男性3人行方不明。今月9日、ルイジアナ州ニューオーリンズから同州ダルウェイに出かけた男性3人と連絡が取れないとの通報を受け、警察は何らかのトラブルに巻き込まれた可能性もあると見て捜索を開始した。これは間違いなくあれですよね。あいつら YouTuber みたいな感じだったのかな。インターネットに配信する動画撮影のため、ダルウェイへの取材を計画してたと。で、こいつらに襲われたんだな、普通に。リビング。これアイテム、アイテムがある場所とかは、光ったり、色ついたりしないんだな。前それがあって結構それが便利だったんだけど。ここも表示されないね。難易度が高いよ、これ。今までのバイオに比べて。お、電話が。出てみようか。よくやったね、イーサン。ゾイだな。あいつらは一体何なんだ。ゾイ。やりたくなかったら黙って聞いて。その屋敷から出ないと。メインホールから出られるかも。メインホール。あと、腕のはコデックスっていうの。なくさないで。大事なものだよ。お！隊長か。これで今自分の状態がわかるってことか。いや、それよりもどうしたらいいかを見たいね。うん。今はちょっと体力は回復。回復アイテム使ったんで、回復してるっぽいけど。どうする？とりあえずセーブするか。おい、お前、誰かいる。さっきのやつでイベント進んだのか。おい、頼む、助けてくれ。助けて。ちょっと落ち着いて。
あんた、ここの人間なのか？つまりこの家に住んで。いや、閉じ込められたんです。そうじゃない、違う。そうか、実はこの辺りで失踪事件があったと通報を受けてね。それどころじゃない、ここから出たいんだ。まあ落ち着けって。俺の話を聞いてくれ。この家のイカれた奴らに殺されそうなんだ。そうか、じゃあ言わせてもらうが、そういうあんたこそあんまりまともな人間には見えないぞ。ふざけないでくれ。いいか、さっきも言ったが、この辺りで失踪事件が頻発してるんだ。疑ってるわけじゃないが、あんたみたいなよそ者が関わってないともまだ言い切れないからな。わかったよ。なんかくれ、アイテム、武器くれ、銃を。わかればいいんだ。じゃあガレージがあるだろう。お、ガレージそこだ。待ってくれ、その銃を貸してくれ。あんたどうかしてるんじゃないか。なあ、保安官。保安官補佐だ。保安官補佐、どっちがいい？俺を新聞の死亡記事で見るか。もう死にそうです、完全に。一躍ヒーローになるか。うまいな、話がこいつ。ポケットナイフだって。あ、でもそれでもまあガレージ入れる。追っていけ、これで十分だろ。ありがとう。ほら、さっさとガレージへ行け、今すぐ。まあでもそれでもなんとか。ナイフでどうしろってんだ。うん、それでも、うん、よし、オッケー、ハンドガンの弾で、ここも破れる。うわ、これはちょっと嬉しい。なんもないよりはいいからね。さっきのね、台所にあったフォークでもいいから持っていくべきだったのに。よし、ガレージ。いや、このゲームもうね、怖い。何が起こるかマジでね、予想できない。ああ、よかったよかったよかった。こんなとこ早く出よう。いいか、まずこんな夜中に一人で何をしてるか。死ぬぞマジで。死亡落エグいからな。あんたもだ。これは仕事だ。いいか、本当のことを話すんだ。質問に答えろ。言っても信じるわけないさ。答えろ。おい、閉まってるぞ。おい、シャッターを閉めるんだ。やめろ。後ろ後ろ後ろ。ああ、どんだけ切れ味いいんだよ。え、嘘仕方ない、お前もここで殺してやるとしよう。あー、どうしよう、どうしようかね、これどうしよう、どうしよう。回り込んで、なんかここ、よし、乗れ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 。なんかもしかしたら運転できるかもしれない。いい、鍵ない。車の木、車の木。あー、やめてーこいつどんだけ怪力なんだよ。車の鍵もこれ持ってるな、持ってるな、持ってんな、車の鍵、車の鍵持ってるな、持ってるよな、車の鍵持ってるよね。うそ、おらおら。えー、さっさと逃げた方がいいですよ。なんか拾った。おお、嘘嘘嘘。うー、引かれる引かれる。こんなやつと戦うの見て。これどっかからもう戻って逃げた方がいいな。逃げられないのか。あー、くっそ全部死ぬ、全部死んじゃう。もう鍵、早く鍵を、俺は鍵をもう取りに行く。よしよし、鍵を取って、もう運転、もう運転。よし、俺が刺したね。おっ、おっしゃ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 。これいいよ、これいいよ、これいいよ。いいぞいいぞ、もっと来い。オレイ、よし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 、乗れるじゃん乗れるじゃん。このクソ野郎が。分かってたらこっちのもんだい。オレイ、車の運転はジェイソンで学んだからな。おい、倒した？え？嘘。お前どこにいたんだよ、お前どこにいたんだよ、お前やめてくれやめてくれ、お前どこにいたんだよ、お前降りろ降りろ、前にいたんじゃないの、やめて。終わりにしよう俺たちで。え、どいてどいてどいてよ、どいてよ、やめろ。ええ、
まだ生きてる？ああいやでも死んでねえんだろ。俺はまだ回復薬がハーブとかはあったはず。あ、ハンドガン。よしよし、ハンドガン取ってなかったな。いや絶対死んでねえよ。嘘嘘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 。おいおい、何しやがる。どうしてくれるんだよこのクソ野郎めが。聞いてるね一応。ああ、おお、え、爆発。あ、あ、よかったよかったよかった。頑張って頑張って、イーさん。まだいいんじゃない、まだ生きてるんじゃない。わあ、燃えてるね。とりあえずリロード、リロードして、薬へ買い替えても使った方がいいと思うんだよな。クラフトでこれを1個作る。はい、オッケー。間違えて R1 押しちゃうとね、海外でも使っちゃうんよな。ホールに向かう。お、お、弾ある。よしよし。なんか雑魚みたいなのがもしかして今回のバイオっていないのかな。すごいね、なんか相手に車を奪われるパターンもあれば。よし、オッケー。結構アイテムゲットしたぞ。どっから、もうどっからこれ戻んの。このはしごか。こんなん気づかんかったぞさっき。イエーイ、なんなんだお前。今から面白いもん。なんなのお前。え、マジかよ。もうドロドロだけど。いやでも蘇るんでしょどうせ。こんなん絶対死ぬのに蘇るんでしょ。で、あのね、あの黒人さんのね、黒人警官の人もさ、お前が、お前は本当に、なんか安全なやつか分かんないよそ者って言ってたけど、多分もう見た目がおかしくなってんだろうね、主人公。お、これは、取り外せるんだろうね、きっと。で、ホールで使えるっていうことでしょうね。いや、このゲームすごいなぁ。はい、半獣のプレート。落とせんのかな？落とせれんのか？あいつ絶対蘇んだって。で、ガレージのこっち側か。あー、もう今ので俺足くじくも、俺だったら。よし、オッケー。ま、これで兄ちゃんと母ちゃんがやべえんだよな。ワンちゃんばあちゃんもやべえやつ説あるね。老衰しきってるけど、ワンちゃん悪いやつっていうかやべえやつの可能性は。一応これはセーブした方がいいね、さすがに。こっから何が起きるかわかんないから。よし、オッケー。いやー、頑張った、頑張った。頑張ったですね。もうちょっとやるか？どうだ？これ。もうちょっとやるべきか？ここいらで終わっておくべきか？いや、まあ、ボス戦見たもんね。あ、あ、じゃあちょっと、今回はこれぐらいにしておきましょうか。これぐらいにしておいてやるよ。でワンチャン脱出いけるか？もうちょっと頑張ってみるか。なんか嫌なことが起きて、起きたらもうこの実況とりあえず終わろう。これ何パートも取れねえよ、このゲーム怖くて。はい。とりあえずやることは分かってる。はい、アンブレラ射精かな？この、よくあるやつ。誰もいないね。じゃ、ちょっとホールのチェックをしましょう。僕を撃ってよ、僕を撃ってよ。なるほど。RE とかにもあったもんね。これを壊すと、なんか、無限なんちゃらとかね。無限ロケランとかゲットできるみたいなやつ。まあ、どうせゲットできないからね。このコインも、もしかしたらなんか武器商人みたいなのがいんのかな ?4 みたいにね。ゾイか？はい、超いじめられた。父親なのか。昔はね。やっぱ長女とかかな。残念だが、奴はもう死んだ。死んでないよ。あんたならできるかもね。何のことだ。やってもらいたいことがあるんだけど、今は話せない。鍵がいるかもしれないけど、とにかくこの屋敷から出て。分かった、うん、また連絡する。後ろにいるとかやめてよ、このびっくり展開だけは。今回マジで大量の敵がいるパターンじゃないんだよな。あー、なるほど。
このイヌイヌの実モデルケルベロスの頭3つ見つけろってことね。ゼハハハハだな。お、ここも鍵がいる。あ、これ向こうにくっつけるのか。いや、戻りたくねえよな。うん、結構広いね。これはなんだ？映写機か何か。ここに何かを置く。ガンパウダー。弾丸を装填するための火薬。薬液。あ、薬液をそんなにいろいろ使うんだね。ここに映し出す何かはないもんね。大空の狩人と題された絵だ。一匹の犬が空に向かって吠えている。ここ脱出すんのも結構もう今思ったら2階あんじゃねえか。マジか。マジか。広がったな、行けるとこ。おぉ！ありがてえ。あ、閉まんのね。なるほど。ということは、まあ、バイオハザードでよくある、このハンドガンの偽物みたいな、模造品みたいなのを見つけて、まあ、それをはめて本物のハンドガンをゲットするしかないっていう。あいつそろそろ復活してそうで怖えんだよな。どこだっけな、あの、時計。あ、装備しなきゃ。あ、なるほど。上キーか。いや、そろそろ出てきてもおかしくないよ、これ。よし、とりあえずこれで時計の振り子をつけると、おお、1個ゲッツ。あと2個は2階かな。これ動かしたことによって、いや、もう俺限界だわ。もうちょっとダメ。これ動かしたことによって敵が動き出すかもしれんもんな。これちょっと限界。自分から電話はできないのかな。教えてもらってないもんな。一応110番しといた方がいいと思うけど。ツーツーツーってなってるから無理ってことですね。今使わないから、とりあえずアンティークコインは置いとくか。ケルベルスはすぐ入れるとして、はい、ということで、今回はこれぐらいにしておきましょうか。ご視聴ありがとうございました。とてつもなく怖い思いをした。いや、このゲームはマジで予想できない。うん、何が起きるかとかが予想できないですね。安心した時に本当に怖いことがマジで起こるというかね。うん。ホラーゲームを新たにちょっと、なんか考え直して作ったみたいなことをね、バイオハザード9、セブンの、とこに書かれてたけど、それがよくわかりましたね。はい。次回はとりあえずこの屋敷からの脱出を頑張りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。まあ、どうせね、バイオハザードに出てくる屋敷はくっそ広いんでしょうけどね。頑張ろう。